おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も絶望プリズンの続きやりましょう。なんだっけ、うさぎちゃん襲われたのを操作してて、なんかめっちゃ女子軍団仲悪いじゃん、やば、上辺だけ悪かったっていうところで終わったんですね。なので引き続き撮ってるので、消費して進むを押して次早速始めましょうかね。お、そして翌日の放課後、さて調査再開です。今日は何から調べていきましょうか。そうだな、っていうかさ、前回はさ結構な短時間で調べないとドッペルゲンガーに殺されるぜって感じだったけど、結構何日か経ってるけど猫彦たちに何か言われたりしないね。やっぱドッペルゲンガーじゃないのかな、もしかして。そうだな、ヒコン、なんだスマホに通知が。あー出た、次やっぱあんちゃんですね。これはまたピエロの動画だ。ハロー、お楽しみの時間がやってきたよ。おい、後ろに映ってるのあんちゃんじゃないか。ねえみんなあそこ見て。え、ルイ君の指さす方を見ると、向かいの校舎の教室にピエロが立っている。あれはまさか。急いで行ってみましょう。うん。え、ここどこ、なんだこの、これは、いやー、もうびっくりした。あら、あんちゃんなんだ、意識あるじゃない。助けて、あんちゃん。おい、なんかタイマーみたいなのが動いてるぞ。あれって、まさか爆弾？おいおい、冗談だろ。早く助けないと。この声はどこから？どうやら爆弾にスピーカーがついてるみたいだな。その爆弾の中には大量の塩酸が入ってる。塩酸？もしタイムリミットまでに爆弾を解除できなければ、塩酸が飛び散って彼女はただじゃ済まないかもね。もちろんそこにいる君たちも例外じゃないけど。そんな、いやだやだ、早くこれ外してよ。これは犯した罪の代償だ。そんじゃバイバイキン。これは思わぬ展開ですね。爆弾なんてどうやって解除すれば。おお、ここで終わるんだ。へえ、じゃあ次もう早速進んじゃおうか。調査パートスタート。あ、制限時間とか別にないのかな、ないのかな。これなーに、ピエロのトランプだ。10と書かれている。ピエロと緑の風船が書かれているようだ。なんでトランプがこんなところに。これ結構手がかりか、もしかして。あ、カード結構散らばってんね。これはなーに、これもか。ピエロのトランプ、ジョーカー。ピエロと黄色のナイフが描かれている。で、これは、ピエロ。8。8と書かれている。ピエロと星が書かれている。これは、青いナイフだね。K、キングか。キングと書かれている。ピエロと水色のナイフが描かれている。これはピエロのトランプだ。 A と書かれている。 A っすか。緑の風船と赤の風船が描かれている。でもなんかマイナスって書かれてるね。なんだこれ。ここまずどこ。おお、誰かの足跡。足跡が残ってんだ。へえ。でこれが何、これはここに数字を入力する、数字を入力するの。なるほど、タイマーを止めるためには正しいパスワードを入力するというわけですね。でもパスワードなんて。もう何グズグズしてんのよ、早く。あんちゃん落ち着いて、私たちが何とかするから。
まずいですよ。もう時間は数分しかありません。急がねえと。え、これ時間制、え、あんの？どうしよう。あ、わかった。なるほどね。8が違うわ。どれだ。あ、なんだ、ここでアイテムゲットできたんかーい。なんだーい、先に調べちゃったよ。10でしょ。で、これが、A ですね。で、ってことは、あれ、これも見たっけ。あ、OK。で、ちょっと証拠を見ながら。星が8か。星が8で、緑の風船が10で、キングが青。なるほど。星は1,2,3,4,5,6,7,7 かな。じゃあ7ね。星は7ね。で、赤いナイフか、これ違うな。水色のナイフが1,2,3。これも、これは水色じゃない。これは何色、これも水色。4 5。水色のナイフは5か。で、これ黄色のナイフも書かれてるっけ。キングね、ちょっと待って、証拠見よう。違う、キングは、キングが水色で、ジョーカーが黄色。メモしながらやんないとは覚えられないわ。ちょっとメモ帳開きますね。星が8のカードで7個あった。で、青ナイフが、キングのカード、キングのカードで青ナイフが5個あった。で、ジョーカーのカードで黄色ナイフが何個あるかと、エースで緑の風船引く赤風船ね。で、あ、10もあるのか。10が緑の風船か。ということは、星の数は7個だったよね。ちょっと一応確認するね。しないのか。なんだ、ジョーカーの意味ないじゃん。なんだよ。8が7で、10が5で、キングが、あ、キングも5、エースは2552。どうですか。あ、あったったね。やったね。よし、正解した。爆弾に書かれた4つの数字はトランプの数字を意味していたんだ。そしてそれぞれ対応するトランプのナイフや風船の数を入れればよかったんだな。これで爆弾は解除できたはず。タイマーは？止まってる。よかった。助かった。アンちゃん、今助けるからね。残念！それで解除したつもりか？え、おい、またタイマーが動き出したぞ。さっきのパスワードは正解だったんじゃ。そんな残念でした。
この爆弾は最初から解除なんてできないんだよ。そんな僕はピエロだからね。動機は嘘をつくものでしょ。それじゃあ再びカウントダウン開始。ゴー。やべえぞ早く逃げないと俺たちまで。やー、外れません。さあ、助けてお願い。に一、やばいもうダメだ。パン。え、な、何これは紙吹雪。ねえねえ、びっくりした。一体これはどういう。塩酸なんて嘘だよ。騙された。嘘。お前、何が狙いなんだよ。あれあれ。ああ、あっちゃんがおもらししてる。普段は偉そうに振る舞ってグループのリーダーを気取ってるのに、怖くておしっこ漏らしちゃうなんて。これが学校のみんなでバレたらどうなるんだろうね。ねえ、あなたはカナさんの幽霊なの？さあね。それは本人たちが一番わかってるはずだよ。とにかく面白いものが見れてよかった。じゃ、またね。声がしなくなった。許さない。私にこんな恥をかかせるなんて。大丈夫？アンちゃん。安心してください。お漏らしのことは誰かに言ったりしないですよ。それに、僕も小学校高学年までたまにお漏らししてたことも。シロ、お前は少し静かにしてろ。じゃあ、私はもう行くから。ええ、ちょっと待ってください。どこに行くんですか？アンさんにはまだ聞きたいことが。トイレに決まってるでしょ？トイレ？ああ、なるほど。それは大変失礼しました。私が漏らしたこと、絶対誰にも言わないでよね。うん。言ってしまいました。それにしてもこの大掛かりな仕掛け、あのピエロ、つまりカナさんの幽霊がやったんだよね。まあ、そうだろうね。ってことは先ほどまでこの教室にカナさんの幽霊がいたことになりますね。ああ。何か部屋に怪しいものなど残されていませんかね。少し現場を調査してみましょうか。うん。これ絶対足跡のことでしょ。これでしょ。これは足跡？この足跡って一体誰のだろう？アンちゃんのかな？え？でもアンさんは靴を履いてなかったですよ。あ、そういえば確かに。この足跡は明らかに靴を履いています。だとしたらこれは一体誰の？もしかしてアンちゃんを縛ったピエロの足跡とか？でもそれは変ですね。ピエロの正体はカナさんの幽霊のはずです。幽霊に足はありませんよ。ってことはさ、やっぱりピエロは幽霊じゃないんじゃないか。うん、私もそう考えるのが自然だと思う。この足跡が何よりの証拠だし、やっぱりピエロの正体は人間なんだよ。なるほど。しかしピエロの正体が人間となると一つ気がかりなことがあります。気がかりなこと？仮にピエロが人間だったとして、ウサギさんが襲われた時、
屋上から中庭に瞬間移動したことはどう説明するんでしょう。幽霊ならまだしも、人間には瞬間移動なんてできませんよね。それはコツ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 コルル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 。おい、お前ら一体何の騒ぎだ。先生、なんだよこれ、派手に散らかしてくれたな。お前ら一体ここで何があった。ピエロというかカナさんの幽霊が現れて。カナの幽霊？カナってもしかして隣のクラスのカナのことか。先生知ってるんですか。俺は一応この学校の教師だぞ。生徒を知ってて当たり前だろ。それはそうと、今幽霊って言ったか。いや、生きてるんじゃないかな。はい。お前ら何を言ってるんだ。カナは死んでなんかいないぞ。死んでない。詳しく聞かせてください。確かに不登校になってから連絡はついていないが、彼女が死んだなんて連絡は学校に来ていない。でもみんなが言ってますよ。カナさんはいじめが原因で自殺したって。ただの悪い噂だろう。どうせ誰かが面白おかしく流したんだろう。だから子供は。とにかくお前らここは片付けて帰れよ。これはとんでもない新事実が発覚しましたね。まちちゃんが噂流したんじゃないかなって私思うんだけど、どうなんだろうね。カナさんが死んでいない？ピエロはやっぱり幽霊じゃなかったってことか。じゃあ一体誰が犯人なんだろう。その時だった。はい、聞こえるか？この声は時間切れだ。これより絶望裁判を行います。もうじゃあこっちの世界に来てもらうぜ。あら、わかんねえ。なんかまちちゃんかもなーって思うことくらいしかわからない。ここが絶望プリズン。そっか、本人がちゃんと認識するのは初めてか。待ってたぞ人間。誰？ノア、お前もこいつらの仲間になったのか。私たちはこの絶望プリズンの管理人です。管理人？まあ詳しいことはお前らで勝手にいろいろやってくれ。どうせ今回も話し合いをするんだろ。時間もねえし、さっさとしろよ。今度もよろしくお願いしますね。それじゃドッペルゲンガー退治開始だ。2を消費して進みますか。多分ちょっと短めかもしれないけど、いい感じな時間な気がするので、一旦やめようかな。まあ短かったらそれでもまあ見やすい動画になってるんじゃないかなと思うので、これで一旦今回終わろうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回お会いしましょう。おつぴよでーす。みんな生きろよ。